ビソナ、マルハビルは、東京都千代田区大手町一丁目に、かつて存在した、超高層ビルである。太陽漁業が建築主となり、内堀通りと永代通りが交わる、皇居大手門交差点の北東角に1978年11月に、完成した。北隣の三菱東京 UFJ、銀行大手町ビルや三井物産ビルなど、周囲のビルと高さを揃え、 皇居前の景観に配慮して建てられた。1975年に、太陽漁業の創立100周年記念事業の一環として、当時の中部賢吉社長が新本社建設を決定し、翌年7月から工事が着工。建設途中の1977年1月、中部は死去するが、後を継いだ次男の中部藤次郎社長により完成を見た。当初から、 太陽漁業本社と共和銀行本店、本部が入居。高層部に太陽漁業本社と共和銀行本部、低層部に同行本店営業部が一致した。業種の異なる二つの企業が同居するため、永代通り側に共和銀行、内堀通り側に太陽漁業とエントランスを分け、エレベーターも別々に設けるなど独立性を持たせた。北側にも玄関があり、 ロビーには東山会威のタペストリー、緑響くや山本正彦の彫刻、春の歌などが飾られていた。共和銀行のエントランスは高さ11メートルの柱が張り巡らされた低層胸で堀りの深い縦長の窓と相まって奥行きを感じさせる構造であるとして、1980年に第21回 b c s 賞を受賞した。かつては17回に、 太陽漁業、PR センターがあり、安価に商品を販売していた。1985年8月、当時、本店を自社保有していない、唯一の都市銀行であった、共和銀行が、資金量が順調に伸び業績も安定していることを、背景に、沈借していた1階から16階部分の譲渡を、太陽漁業に申し入れ、当該部分を360億円で取得した。これに伴い、 同行は、ビルの73%を保有することになり、敷地も同じ割合で共有することになった。なお、太陽ビルを建設した鹿島建設、清水建設、竹中工務店の創業一族は、マルハ日露の創業家、中部家と、遠籍関係にある。2003年に、マルハが所有していたビルの所有権27%を、東急リアルエステート投資法人が取得。ついで、 2008年4月、リソナホールディングスが所有していた約7割のビルの所有権を、三菱辞書の特定目的会社が1620億円で取得した。三菱辞書は2010年2月、東急リアルエステート投資法人の持ち分を取得し、単独所有となったが、同年3月には持ち分の27%を新日本石油に売却した。所有権売却によって、 リソナグループは2010年5月に賃料コスト削減と業務効率化を狙い、高東区場の深川ニャザリアへ、マルハニチロは同年12月にドークとヨスノとヨスフロントにそれぞれ転出した。東ビルは三菱事称による再開発計画、大手町一の一計画に伴い、隣接する三菱東京 UFJ 銀行大手町ビルと共に解体された。解体工事は、 受け置い会社の鹿島建設が2008年に開発した鹿島カットダウン工法が導入されている。再開発外区は2012年6月11日都市再生特別地区の都市計画決定を受け、旧リソナーマルハビルにあたる A 棟は2013年2月20日に着工。跡地に大手門タワー JX ビルが2015年11月17日に竣工した。 竣工後、JX グループ各社の本社、オフィス機能は暫定使用していた大手町2丁目の JX ビルから移転した。また B 棟にあたる旧三菱東京 UFJ 銀行大手町ビル跡地には2017年1月大手町パークビルディングが竣工した。この再開発外区は大手町ホトリアと命名されている。ありがとうございます。